チオ・バルビツール酸は、副素間を持った有機化合物である。バルビツール酸が持つ窒素に挟まれた炭素上に結合している酸素が、硫黄に置換されたチオカルボニル元に変わった構造をしている。チオバルビツール酸は、油脂の変配の指標の一つとされている。変配が進むと徐々に増加してくるマロンジアルデヒドなどを検出するための試薬として用いられる。また、シアル酸の定量にも用いることがある。なお、シアル酸の定量は、例えばノイラミニダーゼの活性を調べるためなどに利用される。油脂の変配は、微生物の関与なしに進む反応であるという点において、腐敗とは異なる。例えば、紫外線、高温などで、物理的にエネルギーが与えられることで、油脂の化学構造的に比較的水素が外れで、ラジカルが発生しやすい部分に、ラジカルが発生する。このラジカル反応は、一旦開始されると連鎖的に進む。さらに、酸素分子が存在する空気と触れているなどの反応促進要素が揃うと、油脂が化学変化の速度が加速する。このように、物理化学的に進む油脂の変質のことを変配という。なお、油脂の変配を防ぐためには、酸素を断つ、遮光するといったことのほか、酸化防止剤を添加するなどといった方法もある。サイバーバトリックアシッドリアクティブサブステンセス圧製、アーカイブド2006年9月14日、アットザウェイバックマシン、アンドックプロタコルズ、アニマルモデルズオブダイアベティックコンプラケーションス。コンソーシアムハット、検査と技術17巻2号。ありがとうございます。